レッスンビデオの準備会終了が、今回は第9回です。第9回のレッスンは、ドラムの中に使うおかずですね。大体おかずというのは1小節が多いんですけども、そのおかずの正式名称は、フィルインと言います。フィルインとは埋めるという正式な意味です。それを今日は、今までやってきた中で、復習という形で四分音符から八分音符、そして、16分の変形、あと16分音符まで今日は入れていきたいと思います。ゆっくりと皆さん頑張って練習してください。はい、それでは最初の基本からちょっと入れてみますので、頑張ってみてください。まず、パソドラですね。四分音符。1、2、3、4、1、2、3、4、そして、ハイハットシンバルが2と4になります。1、2、3、4、1、2、3、4、あくまでも おかずの場合もこれを基本として、入れていっていただきたいと思います。一小節ですので比較的その辺はスムーズにやっていかなければパシッと決まらないので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。はい、それでは今の基本にして、四分音符からちょっと練習していきたいと思います。はい、四分音符です。それで八分音符、それで、八分音符と今度は十六分音符の変形ですね。高田のんちゃちゃちゃの運がなくなったやつですね。それの16分音符と8分音符の変形のやつ、16分音符の変形のやつと8分音符を組み合わせてやっていきたいと思います。そして、今度は16分音符の変形の、高田ですね。あと、16分音符です。右足、左足はあくまでも右足は1、2、3、4、左足は2と4です。それぞれを今度は連続してやっていきたいと思います。という形で、いろんなリズムが入っております。まずやっぱり難しいのは、16分音符ですけども、今度はその16分音符と8分音符を組み合わせたおかずですね。そして逆の16分音符と8分音符のおかずです。それで16分音符だけのおかずです。という形ですね。これを、まあ、基本的には8ビートで一番上げるのがやりやすいんですけども、いろんな形で使えますので、利用していただきたいと思います。とりあえずは、今回は最後の仕上げとして、8ビートのもので、おかずをちょっと入れたものを完成したいと思います。はい、それでは頑張って練習してください。